ダスヒロと申します。今回の動画は最新の月チケ錬金おすすめ選手紹介やっていこうと思います。というのも、今までこのチャンネルで紹介してきた田中選手、そして阿部選手に関しては、リストから獲得できなくなってしまったんで、この二人に代わるおすすめ選手を今回紹介していこうと思います。で、今回に関しては注意点があって、まだね、不動産になる可能性が高いってだけで、不動産にならない可能性もあるんで、まあ、それが怖い方はイーフトのオリジナル選手ロンバルジにスキル追加するか、まあ、大型のアップデート前まで非搭載が確定する選手を待ってそこで月チケ使っていくのがいいのかなと思います。まあ、今回に関しては最悪失敗してもいいからおすすめの選手知りたいよって方向けですね。で、早速その選手の獲得方法を紹介していくんですけど、スタンダード選手リスト絞り込みクラブチームヨーロッパイングランド2部リーグ、こちらにあるロザラムですね。このリストの一番下ジョシュ・エアースがおすすめ選手です。まあ、先ほども言ったんですけど、非搭載確定してる選手ではないんで、まあ、年齢から見ても移籍の可能性ありますし、まあ、ちょっと失敗怖い方はロンバルジとかスキチケをねしっかり貯めて確定するまで待つのがいいのかなと思います。しっかりこの選手スキルなしで獲得できるんで、万が一失敗してもまあいいかなって方はジョシュ・エアースにつけてみてください。で、なんでこの選手がおすすめかというと、現在イングランド2部リーグチャンピオンシップですね、こちらで最下位のチームで、まあ、残留圏内と 8.14 ポイント差とかなり離されていて、残り13試合、で直近もねかなり負け越してるんで、まあ、降格濃厚なんじゃないかなということで、イングランド3部リーグからは不動産になってしまうんで、このまま移籍せずにチームに残る場合は不動産になりますね。この選手に関してもいろいろ調べてたんですけど、まあ、ロザラムの下部組織から所属している選手で、まあ、トップチームに昇格したばかりで契約延長もしているんで、まあ、ユースから上がってきて、で、まだ17歳ってことを考えると、まあ、まだね、移籍の可能性は低いのかなと思うんで、まあ、今後は他のおすすめ選手が登場するまでは、自分はジョシュ・エアースにつけていこうかなと思ってます。まあ、何度も言うように、非搭載が確定している選手ではないんで、まあ、それが怖い方は、ロンバルジにつけるのが無難かなと思います。まあ、せっかく、スキチキ4枚あるんで、今回つけていくんですけど、まあ、キャプテンチーね。まあ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 。なんか最近運良かったのに急降下してんだよな。コントロールループか。ワンタッチ系のスキル。ちょっとまずいね、この流れは。まあ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 。まあまあまあって感じでしたね。まあということで、今回ね、田中選手、阿部選手たちに代わるおすすめ選手、ジョシュ・エアースということで、まあ何回もしつこいぐらい言うんですけど、失敗してもいいよっていう方は、この選手にスキル追加するのがいいのかなと思います。まあ、そして、他にね、おすすめ選手、まあ非搭載濃厚のおすすめ選手いる方は、まあ理由も添えてコメントで教えていただけると非常にありがたいんで、ぜひそちらもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。